あ、もうな。150パウンド覆面太郎フェー、ウィング代表の茨城です。今回も前回に引き続きまして、ウィングで誕生したマスクマンを紹介したいと思います。今回はですね、覆面太郎の名でデビューしました、篠真一さんです。篠さんはすでに他界しておりまして、まだ60歳の若さで亡くなってしまったんですけれども、デビューしたのが、ウィングの1993年ですかの、ワールドステージというシリーズなんですけれども、ここで、デビューを果たしまして、この時はジェイソンとタッグを組みまして、アイスマン・ジ・ウィンガー組と対戦しまして、なんとそのデビュー戦で、カナディアンバックブリーカーで、ウィンガーを仕留めてデビュー戦で勝利を収めてたんですけれども、西野さんは覆面太郎ですね、彼は、185センチ、100キロと、まあ理想的な体といいますか、レスラーとしてはそんなに大柄ではないんですが、ボディービルダー出身ということで、実際よりも大きく見栄えも良かったし、やはりその素顔でやるよりはなんか、マスクマンとして、売り出した方がいいかなということで、自分の中のイメージとしてはやはりその国際プロレスのデビュー当時、昨年の大晦日ですか、亡くなってしまいました、ストロング小林さんの覆面太郎のイメージが強かったものですから、小林さんのように連絡を取りまして、いわゆる、まあ、2代目覆面太郎としての、了解をもらって、デビューさせたわけなんですけれども、そのデビュー戦の後楽園ホールに、まあ小林さん本人も本気で来ていただきまして、リングに上がって、挨拶をしていただいたんですけれども、まあデビュー戦勝利で飾ったのにもかかわらず、本人の中ではやはり途中で、ちょっと肩を痛めてしまったということもあって、なりない試合に終わってしまったという、そういう気持ちだったんですかね、控室に戻って、なぜかその小林さんの目の前で土下座して詫びたことがなんか思い出されます。それで今回ご覧いただくのはですね、その前にですね、同じ後楽園ホールで、まあ、ウィングの仲間たちとともにリング上から新人としての挨拶を行い、それからそのデビュー戦はちょっとビデオ収録をしてなかったものですから、同じシリーズの最終戦後楽園ホールでおいて行われましたジ・ウィンガーとタッグを組んで、それからジェイソン・ザ・テレビル、アレア・アンミと戦った試合、これをご覧いただきたいと思います。まあ、残念なことにその何ですかね、60歳という若さで他界してしまったわけなんですけれども、ウィングのデビューも、まあ、デビューからわずかの間で、まあ、ウィング自体が亡くなってしまったということもありますけれども、その後、モテギなんかとともに、夢ファクトリーというインディー団体で活躍して、まあ、自分が思ってた以上に、いろいろと、まあ、デビューしたのが36歳という高齢だったんですけれども、まあ、レスラーとしては高齢だったんですけれども、かなり本人の中では短いレスラー生活であったけれども、充実した日々を送ったんじゃないかなと思っております。ウィングにおいてもそのデビュー戦以降、かなり、まあ、デビュー早々三宅だとか高山だとかというクラスには、勝っていましたし、それから、外人選手なんかとも当たって、短期間ながらも実力をつけて、次のステージに、臨んだのではないかなと思います。それでは、まあ、今回ご覧いただく試合、先ほども申しましたけれども、デビューしたそのシリーズの最終戦、後楽園ホールでのタッグマッチをご覧いただきたいと思います。皆さん、ここでもう一つ、ウィングに新しい仲間が入ります。この人です。
まできませんが、一生懸命頑張りますので、ウィングの応援をよろしくお願いします。来場者インタグラッチ45分一本勝負を行います。アウトオーナー150パウンド覆面太郎フー220パウンド Z ウィングレー。とにかく覆面太郎というようなファイトを見せますんで、どうぞよろしくお願いいたします。とにかくジ・ウィンガーというようなファイトを見せますんで、よろしくお願いします。勝ちます。変わりまして、赤コーナーオリエンタルプロレス220パウンドアイアンドフータケー270パウンドチェイサンザーテリーブルWell, last time Cobra came, like everybody knows, I was doing tag with New Boy from Fukumentaro against the Iceman and Winger. Tonight, perhaps, I feel a little bit more confident because I have a younger, brighter, you know, young lion from Oriental Pro Wrestling, Araya, and I believe with him, I could do the job tonight. And perhaps more experience, more speed and more power now.And you know, we just go out there and fight, like I always say. And you know, keep fighting all the way. Don't worry about it. 今日はコルゼイパートナーがいるので、すべてを任せて、自分もやれることは全力でやりたいと思います。